ポニーテール白書、空色のメロディーなどが代表作の少女漫画家である水沢めぐみさん。若い頃の顔写真が SNS で話題になっているようですので、確認しましょう。また夫の映画監督、成瀬勝雄さんの活動、現在は離婚したという噂、娘さんの情報をチェック。合わせて、水沢さんと早稲田大学の関係について紹介します。水沢めぐみのプロフィール。愛称、めぐたん、本名、成瀬敦子、旧姓、加藤、生年月日、1963年7月3日。身長、不明、出身地、大阪府、最終学歴、早稲田大学教育学部、目次、水沢めぐみの顔写真、水沢めぐみの夫は映画監督の成瀬勝雄。水沢めぐみの現在、離婚せずに夫婦で生活、娘が2人、1人は美容師に、水沢めぐみの母校、早稲田大学で漫画家展が開催。水沢めぐみの顔写真、SNS 上で話題になっている水沢さんの顔写真について紹介します。水沢さんは自ら顔写真を公開しているわけではないため、今のお顔をはっきり確認することはできません。ただ少女漫画雑誌リボンが40周年を迎えた際、吉住渉さんや尾花美穂さんといった人気漫画家と共に顔写真が載りました。リボンが40周年を迎えたのは1995年ですから、2021年現在から数えて26年前ですね。30代前半の頃の水沢さんは、ロングヘアがよく似合う清楚な印象の女性です。ネットの情報では、どうやら今ではショートボブに変えたようでした。最近のお顔はわかりませんが、ロングヘアもショートヘアも似合う美人女性であることに変わりはないのでしょう。水沢めぐみの夫は映画監督の成瀬勝雄、水沢さんの夫は映画監督で脚本家の成瀬勝雄さんです。東京大学文学部で国文学を学んだ秀才で、大正大学で教授も務めています。助監督を経て、篠田正浩監督の作品で脚本を担当するようになりました。1997年に松竹映画、不機嫌な果実でデビューを果たします。同年には脚本を担当した、瀬戸内ムーンライトセレナーデがベルリン国際映画祭で上映され、国際的に注目されました。1999年の映画、フクロウの城では、篠田さんと共同で脚本を執筆しています。2000年代にはテレビドラマ界にも進出し、夢で会いましょうや、嫌われ松子の一生、小さな巨人などのドラマ脚本を担当。近年は劇作や演出などを手掛け、舞台でも活躍しています。水沢さんは大学卒業後に間もなく成瀬さんと結婚しました。馴れ初めは不明ですが、同じ表現者同士、芸術関連の話題で盛り上がり意気投合したのかもしれませんね。水沢めぐみの現在、離婚せずに夫婦で生活。水沢さんは2019年にデビュー40年を迎え、今なお現役漫画家として活動しています。私生活では離婚したという噂も流れたようですが、離婚情報は見当たらないためデマですね。2021年現在も成瀬さんと夫婦で暮らしながら、各自仕事に専念しているのでしょう。長年少女漫画家を続けられたのは、可愛いものを描いて、見せてあげたくなる気持ちがずっとあるためだそうです。女の子たちはこんなに可愛い、その気持ちはこんなに素敵だよ、という気持ちを伝えるために書き続けてきたと言います。可愛い、という純粋な気持ちを大切にしてもらいたい一心で、今後も魅力的な作品を届け続けてくれるのでしょうね。娘が二人、一人は美容師に、
水沢さんは結婚後、間もなく出産し、育児と仕事を両立させながら懸命に活動していた時期があります。娘さんが2人いるそうですから、2度も出産と育児を乗り越えて、現役で漫画家として活動していたということですね。落ち着いた生活ができず、苦労も多かったはずですが、今では立派に成長した娘さんたちに恵まれて充実した生活ができている様子。娘さんは一般人で、詳細はわかりませんが、一人は美容師になったことがわかっています。専門学校を卒業後は、美容室で下働きをして、早朝から夜中までハードな仕事をこなしていたそうです。水沢さんは体調を崩さないかと心配していたようですが、娘さんは必死に働き続け、今では一人前になったといいます。美容師として頑張る娘さんの姿を見て、美容業界を目指す主人公を書いた君の手が紡ぐを書きました。娘さんをはじめ、美容業界で奮闘するすべての人に捧げる水沢さんからのエールが込められた作品ですね。水沢めぐみの母校、早稲田大学で漫画家展が開催。漫画家というと高校卒業後はプロの道を突き進んでいるイメージが強いかもしれません。しかし水沢さんは漫画家業と学生生活を両立させ、早稲田大学を卒業しました。在学中にポニーテール白書の連載が決まりましたが、もし漫画家としてやっていけないなら教師になるつもりでした。結果的に教育実習の期間が、漫画制作が忙しい時期と重なり、教員の道は断念。就活はせずに漫画家としての道を進むことになったのです。2021年現在から2022年8月7日まで、母校の早稲田大学で卒業生の漫画家を特集する早稲田の漫画家たち展が開催されています。水沢さんのコーナーには代表作姫ちゃんのリボンの付録が展示されており、ファンなら間違いなく興奮してしまいますね。懐かしい作品を読み返したり、新作に手を伸ばしてみたりと、水沢作品の楽しみ方は様々です。今後も多くの年齢層の人々に受け入れられる素敵な作品を発表し続けてくれるのでしょう。